こんにちは、ミミです。モカです。今回は、レーザー関連のものを3つ作ってみました。レーザー魚雷と価値管制レーザー、指令誘導ミサイルです。まず、魚雷から紹介します。じゃ早速あの船に打ち込みます。ボタンを押せば発射です。この魚雷も、前回のミサイルみたいにレーザーで誘導してます。自分でレーザーを出して、相手を捉えてます。てかこれ、魚雷にロケット使ってるんだ。すっごく速いからね。この魚雷、100メートル毎秒以上出ます。水密破壊ってのが関係してるのか、やたら速いです。しかもロケットだとパッシブソナーになぜか映りません。バグだろそれ。まあ、動くのでよし。ってことで、そろそろ命中です。まあ、当たったね。船側の視点です。ちょこちょこレーザーを出して、こっちを捉えてます。命中です。被害はこんな感じでした。一撃必殺ってわけじゃないんだ。センサーのために中弾頭を乗っけれないからね。小弾頭を4個使ってます。まあ、中弾頭でも一撃必殺は難しいけどね。じゃなんでわざわざ魚雷でレーザー使ってんの？ソナーでよくね。ソナーだとデコイで対策されちゃうから、レーザー使ってます。これはプリセット魚雷を改良したやつです。デコイがなければ、こんな風にちゃんと命中します。でも、デコイがある船相手だとうまく誘導できません。デコイとスクリューの中間ぐらいに行ったね。デコイにはノイズメーカーっていうブロックが使われてるんですが、これは、ソナーに影響するもので、レーザーセンサーには何も影響しません。だから、小さなデコイなんてないも同然です。デコイにレーザー当たってないね。対策めんどくさそう。あと、魚雷にした理由は防空システムがあるからです。私が作ったやつでさえ、この映像では6発の同時迎撃ができてます。他の人が作ったシステムなら、無駄打ちなしに確実に迎撃できそうです。外してたな今。そして、水中の目標はレーダーに映らないから、魚雷迎撃システムが必要になるよ。ソナーには映らないんじゃないの？アクティブソナーだったら映るよ。じゃあ迎撃されるじゃん。でもパッシブソナーに映らないから、迎撃魚雷もアクティブソナー魚雷じゃないといけないよ。まあ、アクティブソナー魚雷は技術的ハードルが高いけどね。開発頑張れー。迎撃が無理なら避けちゃえば？ボートだったらできそうだけど、中型艦以上は難しそうだよ。全力で旋回してギリギリだね。これでも結構取り直したんだよ。タイミングがめちゃくちゃシビアです。早くても遅くても大体こうなります。極めつけがこれです。避けたじゃん。でも中間誘導が女ので戻ってきます。ほぼミサイルじゃん。まあ、終末誘導のプログラムはほぼ一緒だからね。さっき避けた時は中間誘導切ってたから、こんなに粘り強く追ってこれないです。じゃあ、対策なくね。ないことはないよ。こんな風に、島のすぐ近くにいると、レーザーが島に当たった時に魚雷がバグるから、こんな風に誘導に失敗するよ。まあ、FCR で中間誘導されたらきついですけどね。あと、潜水艦には誘導できません。完全に対水上艦専用です。じゃあ、JAF で FCR をなんとかごまかせば？こういうこと考える奴がいそうなので、ここで価値管制レーザーが出てきます。早速 JAF をばらまいてる船を大砲で攻撃してみます。このレーダーは、索敵補助用なのであんまり関係ないです。ロックオンボタンを押して、総員範囲を調整したら準備完了です。あとは発射ボタンを押すだけです。大砲でも使える十分な精度です。でも、レーザーセンサーって 4km までじゃないの？まあ、そうだよ。FCL-1 の最大有効範囲は 4km です。まあ、波が激しいともっと有効範囲は短くなります。波が穏やかなら、こんな感じに落ち着いて照準できます。あとは総員範囲を調整して、大砲とか魚雷を発射すればいいです。でも波が激しいと、揺れて照準が難しくなります。標的艦、飛んでね。なんか飛び跳ねちゃってます。あんな感じの状態の船とか、水中翼船もロックオンしにくいです。今ロックオン外れましたね。結構揺れてますけど、これでもセンサーをジンバルの上に乗せて安定させてます。なんとかロックオンしたね。あとは発射です。大砲は射程範囲外かな？うまく動作してないね。魚雷は誘導できてそうです。命中だね。でも、中間誘導ならそこまで精度いらなくない？多少チャフがあっても、FCR で十分じゃね？なら、FCR じゃ不十分なミサイルを作ればいい。ってことで、完全に指令誘導のミサイルも作ってみました。設計思想怪しいぞ。FCL は、4km 以内なら正確な情報を得られるから、終末誘導まで指令誘導です。それだけ？それだけじゃないよ、こっからが本番です。最初は普通に飛んできます。でも目標にある程度近づくと、
深度30メートルまで潜ります。迎撃対策です。着水の衝撃エグそう。あとは、喫水線付近に着弾します。でもこれ途中で FCL 壊されたら誘導できなくない？まあ、そうだよ。でもその代わりに中弾頭を積んでます。威力アップです。そこまで威力変わったか？てかこれ、最初に飛んでる分迎撃される隙があるだけじゃない？しかも FCL のせいで射程たったの4キロじゃね？これ鎖国ないか？どうしよう、何も言い返せねえ。4km 以内に近づくのきついよね。まあ、きつい。魚雷の劣化版じゃね？これ、誘導方式とか以外で違いあるの？通信周波数を自動で設定してくれる機能が追加されてるよ。魚雷までは、手動で設定しないといけないけど、めんどくさがって、1234、56とか設定しちゃうと、ジャミングされる確率が上がるので、自動で毎回ランダムな周波数を設定してます。この場合だったら、132,626 です。いいとこそれだけじゃん。まあ、レーザー誘導魚雷の目標捜索能力をもっと改良して、FCR で誘導するのが一番いいと思う。現時点で、この魚雷の射程は 6km で、FCR の有効範囲は最大 8km です。レーザー誘導の魚雷が強いので、イージス艦より潜水艦を作ろうかなー、とも思ってます。ちなみに、潜水艦の技術は全くないです。確かに、見るからにしょぼそう。2年前に作ったやつです。でも潜水艦なら、ミサイルは気にしなくていいし、レーザー誘導も海底に沿っていればできないし、ソナーの魚雷はデコイで回避すればなんとかなりそうな感じだし、海底からネチネチ魚雷で攻撃するのが最強じゃねって感じです。テレビ誘導魚雷とかで対策されそう。まあ、それは船も同じだし。じゃあ、次の動画じゃ対戦魚雷でも作ろうかな？でも無償に歩兵戦闘車を作りたい気持ちも湧いてます。最近は海関連ばっかりだったしね。じゃあ、いつものやつを表示しときます。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれると嬉しいです。